2, 3분 시점에 20キロぐらいございまして、まずひねる方していきます。 今日鍋に入ってたと思います。コラーゲンが一番多いところですね。すごいですね。本当だ。次に顔。はい、できます。イベントなんかだと私、マイクとかあんなのあんなのあの。 掛け合いでね、もう一人の方が説明して、私が一人というね。マイクある。マイクある。マイク。話終わっちゃった。マイク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 
あんこ買いたいのいいよ。出してるのもこういうお客はこの半分にして丸くしてるんです。ああ、太すぎるから。なるほど。そんな太いのは本物じゃないだろうってけど、そっちの方が本物です。なるほど。出せるものなら出してみるっていう。大体あの 細いものとか、某有名なところでは四角い暗記も出てきますけども、小さい暗記も流し方で流すと四角くできます。そういうことか。ちょっと資格言われてはない。うまいっちゃうまいですよね、やり方欲しい。そうですね、無駄がなく。飾ってあるのは大きいあんこ。はい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 。とことは言いませんが。これは布ですね。これはできないわ。卵ですね。まだこれぐらいですけど、これからどん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 大きくなりまして、そうですね、お腹いっぱいパンパンになるぐらい卵も。だから何十メーターって黙ってたら、オスでも肝は一緒ですよね、肝臓に。一緒です。卵はないと、ね、卵はないです。そこはシナプト、卵巣がありますね。ああ、そうか、精巣がね。で、意外とそちらの方は少ないから貴重なんじゃないかという意見があって。ああ、白子の方が、白子の方が。あ、そうか、2分の1です。深海にも深海でも産卵の頃は割と浅瀬30メートルぐらいのところまで来ますので、はいはいはい、産卵の時はちょっと浅いところ。浅いところです。だいたい100メートル。そうですよね。100メートルから200メートルぐらい。そうですよね。このアンコは生息していると言われています。水取りが沈んできたのか。30メートルといっても、まあそうですね、魚にすれば大したことないんでしょうけど、こちらね、これ、エラなんですけど、このエラも食べられないことはないです。鍋なんかに入れて出します。実は7つ道具の一つなんですね、これが。エラも、さっきから、もちろん肝も、あ、でも、あ、これ、胃袋、エラもね、地元の人なんか食べるんですが、やはりちょっとね、だんだんね、出してきていけたらなとは思ってますけども、エラってどうしても食べないイメージじゃないですか。うん、実際に食べるとコリコリして美味しいんですけども、ちょっと様子見ながら、地元の人では食べますよ、私は。うん、エラ。鍋でですね。鍋で。お鍋の中にです。まあ、ちょっと7つ道具の一つなんですけど、おかしいんですよ。ちょっと潰れちゃってますけど、心臓です。これはちっちゃいですね。ちっちゃい。心臓です。そうですね。これはちょっと食べませんね。食べたことありませんし。はい、じゃあ、そういう型の方も外してみます。なんかも非常にコラーゲン質の強いところですね。筋トレのところですね。大胸筋とか総体がもう総合筋がちょっとね、硬いですね。こうなっちゃう、こうなっちゃう、スマートになりますね。そこだけなんですね。そうですね、この腎臓なんでね、あの、火元の比率がすごいです。そうですね。
そうね、肝、さっきの肝がですね、あれすごい肝ですね。はい、見方測れば、おそらくね、肝、2キロ近いと思います。そうですよね。これ1割の肝が入ってたらば、そのパン粉は立派だと言われます。1割入ったら立派なんです。ならば、20キロのうちの2キロ、2キロの肝は立派です。通常なかなかね、肝で当たらない時もあるんですよ。肝玉が育ってるそれと、ね、あの美味しさはね、肝時代なんですよね。はい、ではこの柳肉と言われる、これも長津のもの一つですが、こちらを。おお、ミシミシミシ、いや、このゲーム長くつぶされてるってこんなことだね。どんどんあれ綺麗なお肉です、うん、確かに必要ない。そうか、あれが、あれがゴールだ。あれがゴールではないです。あれをやるには、あれをやるのにはこれを残さなくちゃならない。ああ、ね、あれは私作ったんですけど、趣味で作ってるんですけど、あの2ヶ月ぐらいかかるんです、あれ作るのに。乾かすのに、乾かすのに。それと、あのある程度あのヒレとかも残ってるじゃないですか。すごい技術がいる、うん、ってことですね。残して身を取っていかないとならないです。でも繋いとかないと綺麗にできないので、これだとちょっと寂しいですね。職人は、はい、言ってる間にかなりスマートになってしまいまして、最後に残ってるのがほほ肉、うん、ここがね、あの状態があって非常に美味しいんですが、そこまで食える、はい、ここはあのお刺身にガスなんで、あそこ高温の刺身あります。これは筋肉質でしまって傷つけちゃいましたけど、とは思います。口では出しませんけど、口では出しません。そのほほ肉はどうなる？お店で出さない場合は。お鍋に入れてしまいます。あ、もちろん、うん、鍋には入ります。鍋には入ります。それはもったいないんで、あの慣れてくるとほほ肉と